はい、皆さんどうも、テントモです。ガンダムウォーズの実況となります。本日は18時にメンテナンスが終わる予定が1時間延びまして、19時にメンテナンスが終了いたしました。久しぶりのメンテ延長でしたね。まあでもね、延長したことで、まあ、ここ最近よく起こっていた不具合がね、何もなければね、そういったメンテ明けであればいいんですけども、どうでしょう。で、今回こちらの画面が登場してきました。秋のガンダムウォーズ祭りガシャね、また祭りが毎月というか毎週何かしらの祭りがあるような気がするんですけども、はい、というわけでハルート、そしてシドが登場しております。モビルスーツとモビルアーマーのハイブリッドガシャって感じですかね。11年2回目秋のガンダムウォーズ祭り選べる星音ガシャチケット MS、 11年3回目秋のガンダムウォーズ祭り選べる星音ガシャチケット MSMA、 11年1から5回目イベントポイントバッジ、11年4から10回目期間限定星音機体 MSMA が一体確定とね、なっております。まあお得なガシャかと思うので、ではまずはこのガシャをチェックしていきたいと思います。はい、というわけでガシャ画面やってきました。秋のガンダムウォーズ祭りガシャ、10月6日14時15分から10月12日23時59分、来週の火曜日までですかね。で、11年4から10回目期間限定保証機体 MSMA が1体確定。まあこの辺はさっき見ていった感じかな。もう一回見ましょうか。11連ガシャは引き換え券100枚の負け付き、さらに以下の回数を負け付き、11連1から5回目イベントポイントバッジ、11連2回目秋のガンダムウォーズ祭り選べる保証ガシャチケット MS、 11連3回目秋のガンダムウォーズ祭り選べる保証ガシャチケット MSMA、11連5回目 MA チャージダウン54、11連10回目 MA チャージダウン43、これはさっき書いてなかったですね。はい、といったおまけになっております。では詳細見ていきましょう。はい、というわけで、まあ、祭りというだけあってね、いろいろとお得な感じになってるみたいです。で、再登場期間限定ピックアップ機体一覧、ガンダムハルート最終決戦仕様、これは初復刻ですかね。で、先日のエース流出にこのハルートのエースも含まれていたのかどうかわかんないんですけども、おそらく今回はまだエースはついてないと思われます。で、ガンダムエージ FX バースト FX、 そろそろエース来てもいいと思うんですけども、でね、エース流出に含まれてたみたいなんですけども、今回のガシャでは多分ついてないです。で、ユーラベンガンダム、ガンダムキマリスブースター装備、そしてサザビ、万能サザビ、そしてブレイブ指揮官用試験機、これも初復刻ですよね、ハルトと同じく。で、おそらくね、エースはまだついておりません。ハルトじゃないブレイブ欲しいな、ブレイブ欲しいです。はい、で、ピックアップ MA 一覧、ベイガンギアシド、はい、そしてサイコロ、ガンダムパトゥリア、ディビニダド、ラフレシア、ガンダム試作3号機、この6機体のピックアップか。なるほど。で、登場エース必殺技紹介、ユーラベンガンダム、ガンダムキマリスブースター装備、で、万能サザビとね、やっぱりついてませんね、まだ。で、はい、今回の選べるチケットの内容なんですけども、これは MS、22連目でもらえるやつか。はい。一番新しい機体を探せ。今んとこグフカスタム。あと AGFX か。で、ザンブラスター。かな、ザンブラスター、ザンブラスターまで入ってる選べるチケットとなっておりますので、ザンブラスターまだ持ってない方はここでね、ザンブラスター確保するのがいいんじゃないでしょうか。かなり強力な機体でございます。はい、で、時点で FX バーストですかね。はい、そしてこっちが MSMA も追加されてる、33連目で手に入れることのできるチケットですね。あ、そうだ、ファントム持ってない方は、まずは最初にね、ファントムをゲットしましょう。はい。で、MS は同じか。MS は同じですね。で、ザンブラスター。1ファントム、2ザンブラスター、3。3何かな。エンジェルフミナとか、それか FX バーストとかかな。あれ ?MA。MA スルーしてた。MA、あ、入ってますね。ビグザムから。一番新しいのが、
まだサイコロガンダム入ってないですね。ということはディビニダドも入ってない。あーなるほど、サイコガンダムマーク2、これが一番新しいんですけども、情報修正的に一番新しいのはガンダム試作3号機ですね。なのでここで手に入れるべきはガンダム試作3号機かな。であとはネオジオング、ビグラング、まあ安定の MA で、この辺を取っていきましょう。はい。で、同時開催中キャンペーン、星4確率超アップ、設計図3倍、リポイント2倍となっております。では、提供割合。はい、グレード4 12%。そして、おのおの 1% ですね。1%×12体。あー、6機体、6機体か。なるほど、MS6、MA6 となっております。で、僕の場合は、ブレイブ、キマリスブースター、ユーラベン。あとは全部持ってます。未所持だけだったら引く価値はないですね。まあ、MA かぶせる。設計図3倍だからね。そう、星上げがしやすいんですよね。でもどうかな。一番欲しいのがやっぱりブレイブ。で、来週からね、グランドアリナ EX が始まるみたいなので、まあ、予想通り来ましたね。まあ、レードと分けてもらえたのは非常に助かりました。というかね、これが普通これが普通ではあるんですけども、ありがとうございますと。で、一応言っておきます。そう、ブレイブ欲しいですね。ただ選べるチケットでブレイブは手に入らないので、どうしようかな。まあ、未所持的にはスルーかな。ね、つい先日バルバトスガシャで、ダイヤ300使いましたし、まあ、未所持が多い人、あとは初心者の方なんか非常にね、おすすめなガシャかと思います。特に初心者の方は、22連、33連引いていって、選べるチケットからね、戦力を補強するのが良いかなと、ね、来週グランドアリーナありますので、はい。といった、ね、今一番まあお得なガシャになっておりますね。その下、オール星4、11連来ておりますけども、まあこれもね、まあ、ダイヤ200で全て星4で、最新機体も結構含まれているので、まあ、悪くはないですね。まあでもコスパ的にはこっちのガシャかなって感じですね。やっぱり選べるチケットついてくるので、今はこれが一番かなと。はい。てなわけで、はい、今回これで終わろうと思います。では最後にね、これ、引いて終わりましょう。限定6回、僕、5回引き忘れてますね。はい。もったいないことをしてしまった。では最後、引いていきます。お願いします。何を何をお願いしたんだ。はい、とりあえず、なんだ。未所持来い。未所持。未所持。ね。とりあえず未所持来てくれたら OK。さあどうだ。来るか。残念。ケルディムフィニッシュ。はい、では。スキップするか今日はスキップします。ほい。というわけでラスト11連、こんな結果となりました。では今回これで終わりたいと思います。あ、そうだ、バルバトスルプスレックスね、先日神降臨させました。あいつの動画出せてなくてすいません。はい、収録は試みたんですけども、なかなかうまくいかずに、ちょっとね、納得いかない部分もありまして、ボツにしちゃったりしてね、結局出せておりません。また今後ね、出すかもしれませんし、もしかしたらもう、ね、グランドアリーナでね、その活躍っぷりをお見せすることになるかもしれません。はい、どうなるかわかりませんが、まあ、お待ちいただけたらなと思います。では、今回これで以上となります。いかがだったでしょうか。よければ、いいね、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。ジーク、ジオ。